昨日深夜、富士市で未成年の男女6人が乗った乗用車が横転する事故があり、女子高校生1人が死亡し、5人がけがをしました。昨日午後11時50分ごろ、富士市大淵の国道で10代の男女6人が乗った乗用車がガードレールに接触して横転しました。この事故で富士市中野の高校生、田中ひなさん17歳が病院に運ばれましたが死亡しました。 他の10代の男女5人も怪我をしましたが、命に別状はないということです。警察によりますと、運転していたのは富士宮市の19歳の少年で、車に乗っていた6人のうち3人は高校生でした。現場は片側1車線の緩やかな右カーブで、警察は事故が起きた原因を調べています。